もう以上ですか。以上ですね。ということでね、これ何本分ぐらいが混ざっちゃったのこれ。数が数えられないってことね。8本ですね。はい、残念ながら全員ね、来店ポイントはなしと。まあ、この中でね、僕に簡単になんかくれた人はね、あの2ポイント入ってると思いますけど、とてもね、送ってもらって嬉しいですね。ありがたいです。ね。で、ご覧の通り、その7、7本、8本なくなっちゃったでしょ、今。そうですね。うん、スカスカです。ゴー君と高博は、1日2回、そうですね。募集をしてるというのに。まあ、今日も9時ぐらい、枯渇してますというメッセージが出てます。うんうんうん、なのでね、そうですね、こう、どんなことを送ったらいいのかと。ね。整体師が答えるし、っていうか、うん、あなたたちが見てるこのチャンネルの登場人物に何を答えてほしい、うん、っていうことなんですよね。だから別に委員長じゃなくてもいいですよね。そう、だから俺は俺宛てのマシュマロがあって、俺はソロで出してるから、うん、ね。だってあの週さ1本減らしたじゃん、うん、そしたらさ全然余裕があるもん、うん、だからでもその俺がだからソロが週2本でしょ、うん、スタッフと撮るの2本でボキボキが1本、うん、で週5本って完璧です。そのこっちは足んないの、本当に足んないよ全然。ということでね、なんか言ってあげてお前から。早くチッピッ。はいいって言われたんですけど、チじゃなくてピッて、あのそういうんじゃないの、そういうのじゃなくて、じゃなくて、はい、どのぐらい足りないと困るのかっていうことを言ってください。まあ足りなくてイライラしたお前は引っ張ったかりました食ったらないこと言うなこの野郎ちゃお前がちゃんと募集しないからそうですね。ね、でも何でもいいですもんね、そんなに。伊藤さんは不倫したことありますか？あるに決まってること聞いてどうすんだよ。いやでもこれそういうことでも自分がさ不倫してるからって混ぜんのよくないよ、そんな不倫してるからしてるからやめてよ、本当に伊藤くんがモテるわけがねえじゃん、そんな。いや、わかんないじゃないですか。わかんないじゃないですかって言ってますよ。どうなんすか、この信頼なさ。お前火曜日でやってけねえぞ、お前それ。いや全然そんなやらかしてたら全然もう何でもこれですよ。なんやはい、ということでね、あのマシュマロ全然足りないので、まあ、動画がまあ止まる可能性がありますよっていうことだけ覚えておいてください。はい、言わんと好きですよね。わかりますよ。そしてね、まあ、ボロカス怒られる人もたまにいますけど、マシュマロで。あおかなっていうのね、ありますけど。まあ、それビビってね。そう。ないっていう人もいるとは思うんですけど。大人になってきた人たちは、ね、いつ説教してもらえるんですかって話で。怒ってもらえなくなるでしょ。ね、最初今時の子なんつうのはさ、学校でもさ、ろくすっぽ怒られないんだよ。俺、先生に発動されたもんだって。俺の友達なんかも、いきなり顔面蹴られたからね。意味もある。時代ですよね。お前んとこなんか修羅場だろ、だって、川崎なんて。まあ結構、投げられてるでしょ。ね、先生と抗争だよ。抗争。普通にしないとこありますからね。そうだよ、そうそう、本当に。セクハラ、暴力、こんなんもう先生からやってるのもうガンガン横行してたからね、この世代なんか。で、そんなんで、怒られてないんですよ、みんな。で、先生も怒れないから、うちに先生の感謝とか言って。まあ、そうね、話は聞きますけど、ね。だから、ね、自分が間違ってるかもしれないことを叱られなさいよ。どうする、日本人っていうことで。と。いや、いいと思う。目覚めろまあ、怒られるためにね、あの今関明夫だよ、関明夫目覚めろ日本人すぐだぞ、ね、そこまで来てるぞ。熱入ってますからね、あれ本当にすごいね、あれもうそういうことで、あのご協力をお願いします、はい、来た方はね、来店ポイント、来店ポイントなんだろうと思ってる人もいるかもしれないね。普通に LINE すると、あの1回来たことになってですね、で5回来ると1000円引き、
もう5回来ると3000円引き、合算4000円です。で、もう1000円引き、3000円引き。合計8000円引きなんですよ。1枚の。が埋まると。で、その8000円引き、合算仕様1枚のうちなら使用して OK。ということは、1万2000円の FO がなんと4000円。そういうことです。骨盤矯正500円するんですよ。そうなっちゃうから、あの、割引代わりに使ってくださいと。ちょっとね、値上げしたメニューもあるじゃないですか。なんで、そういうののためにも、こういうので、ちょっと、うまいことやってくださいよと。はい。採用された方は、それで、来店ポイント差し上げます。で、これ私のですって言ってくださいと。動画が公開されてからポイントになりますからね。ただ、今回のマシュマロは、不採用です。もう、これが言うから。こんなの動画にならないっすよ。こんなの気安くポイントあげないからさ。ちょっとこれ俺悪者にする。劇場が。劇場が感じになっちゃう。じゃあお前ね、はい、イタ君の顔見て、はい、で、ゴー君の顔見て、はい、そんなこと言いそうな奴に見えるだって。いや、ね、そんなね、バカがつくほどお人よしなんだよ、だって言うと思う？お人よしがこれすごい。板くんはこう見たら結構腹黒いからな。自分の腹黒さを板くんに擦るのやめろや、お前な。ということでね、まあ何本かに分かれてると思いますけども、大事なことは、マシュマロが足らんということです。はい、で、なんかね、こう、1本大体こう、10分ぐらい喋りたいですよ。うん、ね。1本10分喋りたい。だからこう自分のだけで悩んでる人って結構いっぱいいると思うのよ。だからこれはどうしたらいいんだろうと。でただこう自分の周りの友達とかに相談しちゃうと、それ身バレじゃありませんけど、はい、ちょっとなと第三者の意見聞いてみたい、そんなの場面に直面すること多いと思うんですよね。はい、なのでね、そういうのをぶつけてくださいと。だから非常にこう難しいこと言ってくる人いるんですよ、うん、マシュマロでこの前撮ったやんな、うん、なんか長とわっきゃかんでこと言ってんのいいんだけど、あのなんか状況説明をしなきゃいけない場合はもちろんねあれだけど、あのなるべく短く端的にこうまとめてもらえると助かりますよね。あとなんかこう例えばこう会社名を言わなきゃわからない話とか、人物名出さなきゃわからない話みたいのがあった場合は続けてマシュマロ送ってください。この伏せ字の部分は誰々で何々でとかっていう、だそれでその抑えて1本を採用という形にしますんでね。はい、そういう感じです。今のなんとなくわかります、うん、そうだから2本送ってください、そんな感じで。そういう場合はね、まあ、採用は1になるかもしれないですけど、もしくはまたボツになるかもしれないですけどね。はい、懲りずに挑戦するといいと思いますよ。ということでよろしいですか。はい、じゃあお願いの言葉言ってあげて。マシュマロ待ってるからな。ああ、そうきた。じゃあ、イタ君、やってみて。マシュマロ、待ってるからな。どうする、やれる？これきついな。きついですね。こういうのはちょっと、さすがにお前に悪いなって思えるもん。だから、ありがとうございます。まあ、ちょっと今のでチェルシーに振ったら本当負担が大きすぎるから、ちょっとやめよう。ということで、変なのもおりますけどもね、マシュマロ待ってます。あとね、その前にね、動画で言ったけど、あの組み合わせが変わるんでね、まあ今日みたいにこう、ちょっと、あの、破分帳な感じでこう混ざってますけど、はい、これが変えるね。破分帳な感じで混ざってます。そのつもりは直ではなかったんですけど、なんかな、そうだったんだね。いつものコンビネーションがちょっと取れなかったんだけどな。されましたね、うん、ちょっと乱されたな。まあ乱していきます。でちなみにだけども今日はあのイエロースーツは持ってきてるんですか。もちろん。ああ、なるほどね。それ忘れたら怒られちゃう。まあただ今日はねちょっと今日は違う。ちょっとあ雨もひどい。こんな中やるもんじゃないかね。もうちょい暖かくなったらね活躍してもらう、イエローマンに活躍してもらいましょう。ということでご視聴ありがとうございました。